君は何を美しいと思う？そうね、桜かな。そっか、君はとても桜に似ている。どうもシューレジェンドです。あなたの心に結婚よろしくお願いします、ね、出だしから何を言ってんだと、意味わかんねえぞという空気感じておりますけどもね、大丈夫です。言ってる本人も意味わかってないんでね、よろしくお願いします。いや、あのですね、まあ、意味わかんないっていうとですね、昔の俳句、結構有名な俳句ってあると思うんですけど、あれね、意味がわかんないなって結構思うんですよね。例えばですけど、こういうね、まあ、知ってる方はほとんどだと思うんですけど、秋深き隣は何をする人ぞみたいな、なんか耳には入ってきますけど、こうどういうことって思うんですよね。なんで今日はですね、この有名な俳句五七五にさらに七七加えて、分かりやすい短歌 にしたいと思います。これ五七五にさらに七七加えての短歌に、じゃ例えばこれですね。秋深き隣は何をする人ぞ、空き部屋なのにすすり泣く声。急にホラーになったね。あれ隣空き部屋だったよね、声するよみたいなね、こんな感じでいきます。続いて、まあ、馴染みありますかね。松島屋、ああ松島屋松島屋、まあ響きは分かりますけど意味が分からないんでね。松島屋、ああ松島屋松島屋、三泊四日ずっと切ない。これはこれ嘆きのああ松島屋だねこれね、うん、さあ続いて、柿食えば金が鳴るなり法隆寺、知ってますかね、これもね、なんかこう、うん、どういう意味かなと思うんですよね。柿食えば金が鳴るなり法隆寺、他にも食わせろ腹が鳴るなり。柿じゃ腹膨れねえよ、金鳴る前に腹鳴るわってね、静かさや岩に染み入る蝉の声、まあ、こう情景はこう入ってくるんですけどね。静かさや岩に染み入る蝉の声、網戸にぶつかる蝉めちゃ怖い。死にかけの蝉がこう網戸にバンってぶつかるのかなり怖いですからね。これ田舎の方でよく見る光景ですけど、ね、続いて、目に青葉山ほどとぎす初ガツオ、これはあの初夏の、まあ、代表的な俳句ですけどもね。目に青葉山ほどとぎす初ガツオ、そんな素敵な土地に住みたい。願望だったのね。青葉もカツオもなかったのね、これね。続いて、古池や川津飛び込む水の音、うん、これもなんかこう情景としては分かるんですけどね。古池や川津飛び込む水の音、ポチャ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 、数多い。何匹飛び込むのこれ。で巣なのかな、この古池はね。じゃあこれはもう一回いきましょう。古池や川津飛び込む水の音がするはずなのにぐちゃっと聞こえた。ぐちゃじゃなかったよね今ね。ぐちゃって聞こえたよね。ね、続いて、あ、これは有名ですね。泣かぬなら泣かしてみせようほととぎす。これはあの豊臣秀吉の性格を俳句にしたものですね。泣かぬなら泣かしてみせようほととぎす。習性として泣くのは朝方。だから朝方に待ってれば泣きますからね。ね、続いて、泣かぬなら泣くまで惑うほととぎす、これはですね、徳川家康の性格を句にしたものですね。泣かぬなら泣くまで惑うほととぎす、渡り鳥だから夏しかいないよ。待ってもいいけど多分5月下旬ぐらいなんでと来ないよってね、続いて、泣かぬなら殺してしまえほととぎす、これはあの織田信長の性格を句にしたものですね。泣かぬなら殺してしまえほととぎす、死因の多くは餌不足の餓死なんで、殺さないであげて、それでなくても自然に死んでいくんだからってね。というわけで皆さんね、俳句とホトトギスの生態が詳しくなったので、ぜひ、ありがとうございました。